じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。じゃあ会長、本日も時事ニュースネタというところでよろしくお願いします。はい、します今日がですね、3月3日、ひな祭りですね、今日。ひな祭りなんですけれども、2日前、3月1日、実は今、就職解禁っていうところ で、ね、ニュースとかでも結構取り上げられてて、電車とか乗ってると、やっぱコロナ禍ってオンラインとかが多かったんで、あんまりリクルートスーツ姿の学生で見なかったんですけども、最近やっぱり今年は目にするなっていうところで、いよいよこう就活だなっていうのを肌感で感じてるんですけれども、ニュースを見ていくと売り手市場、就職する人にとっての売り手市場っていうところで、逆に企業側からすると確保するのが大変っていう、こういった状況だと思うんですけれども、会長、実際にこう経営者目線で見られた時のこの人材不足って多分今すごい顕著だと思うんですけれども、そのあたりってなんかどのように感じられてますか？ですね、最近この本を出してですね、いろいろとこうね話をしている中で、やっぱりね、その大手はですね、戦略を変えてるんですね。今までは新卒一辺倒だったのが、キャリア採用も入れて、要するに新卒だけで教育ね入れちゃうと同じ色の人しか入ってこないわけですね。キャリア採用も入れるといろんな可能性のある人で、このキャリア採用の対象がね、我々中小企業の優秀な社員から大企業の優秀な社員、これがどんどん取られているっていう状況があるんです。私可愛いね顔をした人がビズリーチっていうね、顔を見るとねすごく腹立つんですけどね、あれはね、実は大手の会社が中小の優秀な社員の草刈り場になってるんです。ちょっと名前では言えない企業が、こんな企業が超有名な、超絶対に100年経っても潰れない会社、1000年経っても日本がある限り潰れない会社が登録してるんです。やっぱりそのぐらい、だからそういう会社からね電話かかってくるわけですよ。なかなか厳しいと思いますよ、入るのがね。一応声かけだけですから。そうするとこんなとこから来たっていうと思うとですね、もう舞い上がっちゃうわけですよね。そうすると今いる会社よりそっち行った方がいいかなみたいに思っちゃう、ね、ところが実際はその後難しいんですけど、やっぱりそういう意味ではそういう草刈り場になってる中小企業はやっぱり優秀な人がなかなか取れない。これから新しい、ね、社員を取るっていうところでもやっぱりなかなか難しい、こういうのがあるんですね。で、有効求人倍率っていうのが10年前は 0.80.8 ってことは取りたい会社と、ね、来たい人の比率が 0.8 だんです。今 1.3 なんです。 1.3 ですよ。ということはどこでも行ける、ね、このどこでも行けるってところをやっぱり考えると、ね、やっぱりそういう意味で中小企業が優秀な社員を抜かれるか、新卒はこの間ユニクロが30万初任給 ね、 そ、 うですね、そんな話、なんかサイバーエージェントは40万みたいな話、ね、してますよね。こういう状況で中小企業がついていけるかです。新卒だけ30万、新卒だけ40万じゃないんですよ。当然ベースを他の社員も上げていかないと基本的にそのベースは成り立たないわけですよ。ですからそういう意味では本当に優秀な社員が取れない。だ、私はもういつも最近この、ね、本を言ってるんですけど、優秀じゃなくてもうちにいるロイヤリティのある社員を、将棋で言うと歩を金にする経営をしていくことが重要なんだ、ね、ロイヤリティ、うちに対する思い、ここで頑張ろうと思う人を、ね、そういう人をちゃんと育っていくっていうのが必要だっていうことをね、私は思っています。それがやっぱり重要だし、その代わりいてもらう人には本当に幸せにする経営で、私がやってる経営をし、このあれで社員さんと一対一でいろんな面談をしながら、お前これが足りねえぞとかいうことじゃなくて、君のライフワークはどうなんだ、どんな思いで会社にいるのか、40までは一生懸命やるけどそれ以降は独立したいとかね、老人の親がいて一人っ子なんで田舎に帰りたいとか、いろんなライフワークがあって、そういうものを聞きながらやっぱり親身に相談乗ってあげるっていうことがある。だから今突然退職が多いわけですよね。突然、だって昨日まで一緒に飲んでたらなんで辞めんのこれもですね、やっぱりそういう意味では突然退職、やっぱり社員との上司との関わりなんです。
で、辞める理由ってほとんどがトップとか会社じゃないんです。上司との関係がうまくいってないんですね。こういう意味では上司とのうまく関係をしないとダメだし、最近はもっとすごいのは弁護士さんとか行政書士に退職の届け出を代行させてもらってるなんて、もう水臭い関係なんですよ。こんな形を作ったらダメで、やっぱり本当にこれからなかなか取れない中で今いる社員をね、ね、負ですよ、ある意味ではね。申し訳ないけど不可もしれない、ね、東大の金時計なんか来るわけじゃないわけですよね。ですからそういう意味ではそうじゃない人たちをやる気出させて、ね、不を禁にする。人間には無限な能力を持ってる可能性があるわけですから、その人たちを大切にして、その人たちに感謝して、その人たちをね、ありがとうを言って褒めて一緒に向かいましょうっていうものを作っていくということ、これ必要じゃないかなと思うんですよね。なるほどですね、はい。もちろんその経営者側でいうとやっぱり人材不足、今おっしゃったお伺いしたように、まあ深刻な問題、逆に就活生からすればまあどこでも入れるわけではないんですね、もちろんだと思うんですけれども、やっぱりその選ぶ選択っていうのがあるのが豊富な中で、でもやっぱりその見る観点って結構やっぱ大事ですよね。どんな会社やっぱ見ていくのかみたいなところ。いや、だから入社してもそんないい会社に入ってもね、なんか何年か後には5割ぐらい辞めちゃうっていうね現実があるわけですよね。やっぱりなんかね、その入る時の掛け違いが僕はあるような気がするんですね。僕はね、結構学生向けで今講演もしてるんですけど、どういうところを選ぶかって言った時に、まず一番言うのはその会社の理念、ビジョン、ね、パーパス、これが納得できるか。それからもう一つは形だけの会社ってあるんです、理念がありながら。だから面接の人に、あなたの理念、会社の理念何ですかって言った時に、何も読まなくて喋れる人ってのは、まあ、ある意味では浸透してる。いや、うちなんだっけなっつって、なんか見ながらこう言うのはダメ、はい、やっぱりそうやって理念にまず納得できるか、でその納得できる理念が皆さんがお付き合いする相手の会社の面接の担当やいろんな人たちとが実践しているか、頭の中に入っているかどうか、これが重要な感じしますよね。あとはその実行具合をちゃんと聞くっていうことですね、はい、この理念どうやって実践してるんですか、このビジョンどうやって実践してるんですか、ね、どんな、ね、ことを、だから SDGs なんかもどんなことを実践してるんですかっていうことをやっぱり聞いていくってことが必要だろうと思いますよね、まあ、あとはジョブ型採用といって、やっぱりあなたはうちに入ってきて、ね、うちでいろんな仕事させて適性を見ますよなんていうのがもう今採用としてはなくて、ジョブ型で基本的にあなたにこういうことをやってもらいますよっていうことでジョブ型採用が今多いですから、やっぱりそういうところに入っていく。ただしね、自分が向かないと思ったら他のこともあり得るような、そういうこうね、自分に合ったものに変えられるような仕組みを聞くのも一つ手かもしれないですね。だって学生だもん、分かんないよ、こんなことやりたいと思ったってああやったらあんまり大したことなかったなと思ったら次の仕事をねやれるような、やっぱりそういうこうね、ことをやるってことが必要かなと。だからやっぱり大会社でもまあ安定はしてますけどね、やっぱり今大手の会社でもどんどん利益が出てながらね、人員整理してるでしょ。やっぱこういう意味ではやっぱりそういうのもどんなことやってるのか見た方がいいですよね、人員整理。やっぱり金融機関なんかも相当、ね、権限がなかなか支店長になくなってきてるみたいな、ね、ところもあって、やっぱりなかなかこう企業もですね生き生きと働けないっていうところがあって、この辺はあるような気がしますよね、はい、うん、だから選ぶにとってもやめないような、ね、いい会社っていうか やりがいを持ってやれる会社ね、まあ、役所とかね、そういうとこ選択するっていうのはもう安定収入を求めたことですけど、やっぱりなんか永久就職的な感覚の持つ人っていうのは人生面白いのかなって思うよね。だって一番時間作るの仕事じゃないですか。やっぱり生きがい持ってやらないと、うん、僕はそんな風に思うな、はい、ありがとうございます、まあ、なのでぜひまあ、経営者の方からすると、まあ、人をこう取るって今すごい難しくなってきていると思うので、まあ、ぜひそういった中でじゃあ自社はどうしてくるのかっていうところも考えていただきたいですし、まあ、ぜひ就活生の方もねぜひこれ見られてると思うので、まあ、どんな会社選んでいけばいいのかなみたいな、そんなところもぜひ大切に。遠回
ね、新卒毎年10名取ってます。すごいですよね。あとキャリア採用でですね、はい、まあ、いろんなものを持ってますんで、ぜひ応募いただければ、まあ、コンサルタント志望ですね、うん、あの税理士とか会計士とか資格、あのうちはあっても全然関係ないんですね、資格がある人が上に行けるわけじゃなくて、やっぱりね、明るく楽しく元気前向きに、まあ、行動し、お客さんのために尽くせる人、これがうちの基本ですので、東間コンサルティングループホームページ調べていただくと採用欄ありますから、ぜひ応募集していただくといいなと。で、明るく楽しく元気前向きな人、明るく楽しく元気前向きになりたい人、今ちょっと暗いけど東間に入ってなりたいなと思う人もぜひですね応募いただくとありがたいかなというふうに思います。常時募集してますから、よろしく。ぜひその理念に共感された方はぜひご応募いただければなというふうに思いますので、ぜひこの経営者の方、まあ、その就活生の方、まあ、いろんな方が見られていると思うので、ぜひそれぞれの立場で思うことであったりとか、最近の悩みであったりとか、まあ、そんなこともあればぜひコメント欄で教えていただければなというふうに思います。そういった、ね、質問も会長にぶつけて回答していただく、はい、そんな機会も、ね、設けていけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、最後にですね、いつもながら高評価とチャンネル登録もぜひ合わせてしていただければなというふうに思います。会長、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバイ。さよなら。バイバイ。